セントラルサーキット、関西地元軍団、FF 最速になりますかね、 NA 最速になりますかね。トンさんです、はじめまして。はじめまして。なんかどう見てもまたこれ関西ちょっとねイケメンが多すぎるよ、ビジュアル的に。関東はね、デブとかハゲとかいろいろそういうのが揶揄されるのが多いですけど、関西ちょっとねイケメンが多すぎるんで、ちょっと女の子のファンがちょっといっぱい来てるのかなって感じがするんですけど、トンさんのシビック、はい、かなりこちらでもやっぱり有名で、はい、やっぱシビックが今筑波で熱いのもあるんですけども、はい、どうですか、筑波に来られる的な感じのイメージは。あ、行きます、はい、行きます行きます。もういつでもね僕らもウェルカムでお待ちしてますんで、やっぱこの鬼のようなキャンバーが生きて、はい、多分筑波でもサクッと58秒ぐらいは行くんじゃないですか。行きたいですけどね、はい、はい、もう筑波58っていうと本当一昔前で言ったらね、ショップデモカーがプロを用意してやっと出てたタイムなのに、しかも NA で FF が出すってのも、多分あの人たちも大体宇宙人なんですけど、多分あの人たちがトンさんは宇宙人ってもう前々から言ってましたから、やっぱ宇宙人プリをぜひ見せていただきたいですけど。わかりました。今回のこの例えばアタックというものに臨んで、どんなイメージで来られました？いや、あのね、やっぱりつくばの人たちの車とドライバーと会えるのが一番嬉しかったです。はい、いや、はい、もうそう言っていただけるとね、はい、彼らもすごい遠征してきて喜ぶと思うんですけども、はい、逆に彼らもみんなトンさんと一緒に走りたいと前々から言ってたんですよ、はい、だからやっぱ念願かなっていうことですね。そうですね、はい、会った時嬉しかったですね。あ、本当ですか、はい、でもどうですかこのシビックのセッティングっていうのは、この難攻不落のセントラルにおいては。はい、いやー、まあまあ難しいですよね。路面もそんなに他のサーキットに比べていいわけじゃないですし、はい、でもすごいアップダウンあってめっちゃ面白いと思うんですよ、はいはい、見るからに峠ですよねここね。峠ですね、はい、ちょっと対向車が来ないからのびのび走れる峠って感じしますけど、そうですね、そんな感じです、はいはい、やっぱりパワーだけじゃなくトータルセッティングと、はい、うんちゃんのポテンシャルと、そうですね、はい、やる気と、やる気とと思います、はい、ぜひね筑波にも来ていただいたら、めっちゃこんなエグいの来たら盛り上がると思うんで、はい、お待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。でちょっと関東勢にちょっとこう一言。関東とりあえずよろしくシビック最速のトンさんでした、ありがとうございました。